今回は、ゲームの縮小 AI に食わせたらすげーリアルになった、のスレを紹介します。それではどうぞ。ポリコレ主人公ちゃんもこんなに可愛く。右下キモすぎはロタ。可愛い。右端に何か怖いのおるぜ。変な生物生まれててはロタ。おっさんもこの通り。おっさんの服の袖なくなっててはロタ。ド変態じゃねえか。女が怖くなっててはロタ。これで気づいたコラー。ところどころ意図しない顔が形成されててなかなかホラーだな。お分かりいただけただろうか。いいぞもっとやれ。モンハン。こっちみんな。よそ見はロタ。バッチリカメラ目線になっててはロタ。ラージャンクッソリアルじゃね。サラサラヘアーになってる。すげーなこれ。 RE4 のを食わせてみてほしいな。 RE4 まだ買ってないんだよね。アシュリーがさらに可愛くなっちゃいそう。演劇の練習かな。左撮影してる？なんでケバ立った？笑った。体毛長すぎ。元画像の 3D の境も、荒れてる部分も毛にしてるな。なるほどそういうことか。ちゃんと背景のオブジェクトも認識してリアル化してるのすごい。受付嬢もこんなに可愛い。変わってねえ。親方、リボンが昆布に。こんな感じの女優見たことある。かわいいじゃん。旧アシュリーはめっちゃかわいい。大統領の娘にしちゃつけてんな。すでにリアルだと解約になるな。なるほどな。アルフェウスのカイちゃんでやって。素敵。なんか FF にこんなやついなかったか。 FF6 のティナみたいになってんな。これどうなる。アーロイはポリコレショックの筆頭だよね。 AI にも反映されたわ。いろいろとエンハンスされててはロタ。 FF15 すげーな。奥にいきなり人現れたのはロタ。ロック CD ジャケ感出た。舞台が日本の駅前みたいになっててはロタ。プロンプトだっけ。はやっぱり少女と誤認されるらしい。面白え。すげーな AI。ちなみにアニメ調にもできるんだぜ。かけー。これいいな。ひょたかしてるのかわいい。あふれ出る B 級映画館。映画のダンジョン&ドラゴンといやんな。アニメアロイ、AI、スペース空いてるから守護霊界ときますね。誰だよ。なんで。アーロイってやっぱロッドボブスなんだな。ポリコレなんてクソくらえ。銀河はどうなんの。やべえものを生み出しちまった。げえ。
怖い。これだと思う。ティファってセブンだっけ、忘れてるなぁ。切り取り線あるやん。 PS2 時代のゲームスクショして試してみたくなった。ここですれは終わった。最新動画はこちら。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。